日本ハム対楽天、4月8日0対3で楽天、9日5対8で楽天、10日3対2で、日本ハムさよなら勝ちっていうところでね、2勝1敗で楽天の勝ち越しになりました。8日0対3で楽天ね、楽天先発早川7回101球2安打4三振1四球、無失点と、まあ、ゆったりしたフォームから腕をしっかり振って、まあ、楽にね投げてる感じがしたかなと。だから球速以上にストレートはねちょっと速く感じてるかもわかんないね。だからまあ言うとね、去年の序盤もこういう感じだったから、これを体力維持して終盤後半までつなげていけるかが課題だね今年の。まあこの前半のいい感じはね去年もそうだったんで、まあ、そういったところではね、まあ、これを安定的に投げたいっていうね。で去年苦手だったね対左っていうところで、まあ、この日はね左のインコースもしっかり使って、左にもチェンジアップを有効的に使いながらしか抑えていったかなと。まあ、しかしまだまあ今年ね対戦成績少ないんだけども、まあ、対右に比べると対左の方が三振少ないから、まあ、そこら辺はねもうちょっと改善していきたいかなっていうね。で日本ハム先発伊藤、6回110球4安打5三振5四球 1デッドボール3失点と、まあ、ちょっとね制球ばらついて、まあ、状態ちょっと悪かったかなと、まあ、中5日の影響ひょっとしたらあったのかなっていうところでね、まあ、その中で3失点っていうところは、まあ、まずまず試合作れたんじゃないのかなと思います。楽天、3回表鈴木大地押し出しの先制っていうね、だここがねやっぱ伊藤らしくないっていうかね痛かったところかなと。でここもね隅田にライト前ヒットで、西川の時に、まあ、冒頭ね掘るんだけども、ここね宇佐美ねワイルドピッチなんだけど反応遅いんだよね。このしっかりまず形作る前に当たってるから、腰浮いて当たってるから大きく弾くんだよね。だから全体的に反応が遅い。でもそのね前に弾いた、大きく弾いたけど前に弾いたところをしっかりね見過ごさず反応しきれたね、ファーストランナーの隅谷の走塁ね、ここ二塁行ったのはね、大きかったかなと。でその後まあ西川三振で、山崎ねライトへのヒットで一、三塁になって、浅村デッドボール、島内三振するけども、ツーアウト満塁から鈴木大地のね押し出しフォアボールっていうところは楽天にとっては大きかったけど、伊藤にとってはねここまで粘り強くね、あの満塁ツーアウトまで来ただけにねちょっともったいなかったかなと。で4回表ね、ここでノーアウト一塁から隅田にねバントでしっかり決めて、ワンアウト二、三塁になって、西川がねライトへの2点タイムリーヒット、でその後ね、あの盗塁4個目っていうところでね、まあ、昨年ね楽天になかった足っていうのをねこの使って、この西川のね打つ方でも活躍っていうのは非常に楽天にね、いいその戦術面も含めていいねプレイヤーで、獲得できたかなっていうところは、ありますね。でまあ一番ね、まあ、問題になったのはね、まあ、3回裏日本ハムね上野初ヒットっていうところがねあったんだけどもね、あのワンアウト2、3塁、ね、野村のレフトフライで三塁ランナー宇佐美がホームに帰ってくる前に、三塁にタッチアップしてアウトになって無得点になる、バーッと本当ダメです、せっかく初ヒット打ったのにっていうね。だからファイターズファンの優しい皆さんはね、あのまだ3年目なんやからって言うけど、もう3年目です、ね、しかもプロ野球です、ね、野球はずっとアマチュアから一緒です。昔阪神でありましたね、新井貴弘が三塁でねアウトになってギリギリホームに帰ってきてからからよかったねっていうねプレーで城島に怒られたあの光景ねっていうところでね、まあこれ何がダメだったか、まあもしこのねプレーを考察すると、まあワンアウト二三塁ね、野村の打球は若干左中間寄り、西川はもう後ろから入ってくるんじゃなくて若干横目に入るしかなかった。で上野の肩を持つならばショート、そして、山崎、そしてサードの渡辺もホームへの中継に入ったから三塁ベースが空いてた。だから行けると思って走ったんだろうね。でもレフトの西川の今の肩から考えたら、あの左中間の打球をああいう取り方していくら三塁ランナー宇佐美でもホームでアウトにすることは無理です、ね、そう考えたらひょっとしたら三塁来るかもって思わなきゃいけない。しかも上野は3年目、去年まで、まあ、1軍と2軍の違いはあれど同じチームでチームメイトだったレフトは西川、ね、西川は何がすごかったか、自分の肩じゃさせないっていうのを理解したこと、理解してあセカンドランナーもタッチアップしたから三塁投げなきゃ、ね、三塁投げなきゃギャーン三塁誰も入ってないじゃんみたいな、全員中継と思ったところでもう仕方ないから渡辺に投げたんだよね。渡辺のいるところから若干三塁寄りに投げたところで、それを渡辺が取ったら目の前に上野が来てタッチアウトみたいな、宇佐美ホーム行ってないから1点入りませんみたいな感じになったけど、ね、まあ、上野の肩を持つならば三塁やってるから走りましたよ、ね、まあ、これはよしとしよう、
次やらなきゃいけないことは投げてきたか見なきゃ、どこにレフトがどこに投げてくるんだろうとか、こっちに来るのかな、どこ投げてくるのかな、そのまま中継に入ったら三塁は誰もいないから普通にゆっくり行ってもセーフね。万が一三塁投げてきたらそのタイミングを見計らって止まるっていうことをしなきゃいけないね。ひょっとしたらそのフェイクでおとりになった走塁になったんだったらね、あれを見ないで一目散に行って、ね、渡辺取ってそこでアウトっていうのは本当に大バット、ね、だから走りながら見なきゃ、見てきて止まる、挟まれる、点入る、アウトで最悪しなきゃいけなかったところをあのまま行ったのは本当にダメですね。せっかくヒット打ったのにっていうね。であそこで1点取ってたらひょっとしたら流れが変わってしまう、ね、変わったかもわからない中の結構大きなプレーだったように思います。心が、5対8で楽天、ね、日本ハム先発、カーノ、3回61球7安打2三振1四球5失点と、まあ、真ん中に集まってちょっと高めに入ったところをもうそこを通打されちゃったかなと。まあどうなんだろうね、やっぱりリリーフの時は完璧だったからやっぱりリリーフ向きなのかなっていうね。でまあこの日日本ハムはね近藤休みっていうところでね、まあ代打に出てくるけどもね、前のバッターがアウトになって、まあ、試合終了で、まあ、打席に立つ前に終わっちゃったっていうね。涌井5回72球、8安打2三振無四球3失点と、まあ、投球自体は前回対ソフトバンクね負けたけど、あの方がストレートも強くよく見えたけども、まあ上出来かなと、まあ、試合作ったしっていうね、ところがあります。で日本ハムはね、11安打も後期に続かずね、初回、1得点後にワンアウト1、2から、ワンボールの663のダブルプレー、2回野村ツーベースでアルカンタラ、レフトフライ、ワンボール2ストライク、ここ最悪引っ張ってほしいよね。まあ、外国人といえどもそういう外国人ができるチームっていうのは強いんだけどね。でレフトフライで進塁できず、ここもね、無得点で、3回も2アウト2塁から、ね、この松本が盗塁して2塁まで行ったけどワンボールのライトフライで、まあ、1点取れずっていうところで、まあ、ここら辺でねしっかり1点取れてれば、ね、ひょっとしたら状況が変わったかもなっていうね。で楽天をね3回表4得点一気にするんだけども、まあ、山崎がねセンターツーベース打って、で浅村がね初球ライト前打つんだけども、もう最初から引っ張りにかかってない、まあ、最低でも進塁だ、ね、うまくいけばヒットっていうところで反対方向を意識した中での強いスイングで、これライト前、これをね初球から最初からできるっていうところに、やっぱりバッターとしての能力の高さ、考え方の良さ、チームとしての状態がね伺えるかなと。だから逆に言うと日本ハムのねアルカンタラ、まあ、そういうところの違いがねこういう結果につながってんのかなっていうところはありますよね。でまあ結果的にねこの7回表のね、楽天3得点で、まあ、勝負ありっていうところでね、西川ヒットで、山崎送りバントで浅村ストレートフォアボールで、島内タイムリースリーベース、鈴木アウトになったけどもマルモレホス、ライトへタイムリーで3点というところで、まあ、ピッチャー宮西もう完全にスライダー狙われたかなっていうね、西川、島内、マルモレホス全てスライダーね、しかも完璧なタイミングで打たれてるっていうところを考えるとちょっとスライダー狙われちゃったかなっていうところで、まあ、もうちょっとこの逆とね打ちとかを使っていく傾向はあったかなっていうところだけども、まあ、楽天のねバッターたちの考察っていうかね読みっていうのが、それを結果にもたらしたかなっていうところでね、8対5楽天の勝利ね。で10日、3対2で日本ハムサヨナラ勝ちっていうところで、日本ハム噂は中4日5回97球2安打6三振3四球無失点と非常に素晴らしいピッチングね、中4日とは思えないぐらいのいい形のピッチングね。楽天滝中6回89球、6安打5三振2四球2失点と、まあ、最少失点で切り抜けてね、まあ、試合もしっかり作れたかなっていうところではいいピッチングできたんじゃないのかなと思います。で楽天の守備っていうところで4回裏松本のねショート内安打、ショート山崎が取ったんだけど三遊間深いところから2バウンドスローになってセーフになるんだけど、あれワンバンで投げてたら確実にアウト。だからやっぱさすがに2バウンドスローはね正直ダメよ。でその後清宮のねセンターオーバーツーベースで1点で、6回裏浅間、三塁セーフティーね、ここでピッチャー滝中なぜファーストベースカバー行かなかったっていうね。でファーストセカンドが取りに行ったことによってファーストベースから空きで、まあ、セーフになったんだけど、あのまま滝中がファーストカバーしててもセーフになったかも分かんないけど、なんで途中でやめたっていうね、あれはもう癖で最後まで行かなきゃっていうところでバッとね。でそれでその後ねアルカンタラにライトでねタイムリーヒットを打たれて結果ね失点してるっていうところで、そういうねちょっとしたミスが失点につながって結果ね最初失点差で負けるっていうところの守備はしっかりしなきゃいけないかなと。で日本ハムの守備はね逆に7回表ノーアウト1塁でね、辰巳送りバント、これ普通のね、まあ、セーフティーの構えから普通の送りバント、これをねキャッチャー宇佐美がファーストって指示出してんのに
ピッチャーの上原がなぜかサードを見て、でワンテンポ遅れてファースト投げて辰巳の足が勝ってセーフになってノーアウト満塁で、この後ね西川のライト前2点タイムリー、ね、同点タイムリーが起きて、なんでキャッチャーがファーストって言ってるのにサード見るんだよって、俺がキャッチャーだと思うバカかってね、俺が選手だったらね、今はそんなこと思わない、俺が選手だったらバカかって俺は思ってたロッテの時に、今はそんなこと思わない、でもバッとやっぱキャッチャーが指示してんだからね、でそれ指示が聞こえなかったって言うんだったら宇佐美のはもっとでかい声を出さなきゃいけないっていうところがあるけども、ちょっとね両チームともその守備っていうところのね確認作業、ベースカバーっていうところのねちょっとミスがね失点につながったかなと。でこの試合ね最後近藤がねそれまで8打席ヒット打ってなかったけども、最後ね松井裕樹のカーブをセンターオーバーバックねツーベースさよなら打って勝つんだけども、この試合なんとね打線コーチが組んだっていうね、ところで1番浅間、2番松本、3番近藤、4番清宮、5番アルカンタラ、6番野村、7番ヌニエス、8番宇佐美、9番上野、これがいいんじゃない？ね？今ある中でまあまあバランス取れてるよ。しかも1番浅間が3安打、2番松本2安打、チャンスを作って近藤、清宮、アルカンタラっていうところの3人が1打点ずつで、浅間、松本が1盗塁ずつして、で下位の野村ヌエネスというところも打ちながら、まあ、9番の上野も打って上位につなげる、この打順がよくな、ね、コーチ打順グッド、ね、勝つ野球、はい、っていうところで、結果、2勝1敗で楽天の勝ち越しっていうところでしたね。